今日は奉仕について、奉仕とは何かについて話してみたいと思います。皆さん方よく奉仕作業だとか奉仕するとかよく言葉出しますけれども、この奉仕というものが何であるかということを知らない人が多いのでございますね。すなわち奉仕というのは犠牲でございます。犠牲のないところに奉仕は存在しませんと。犠牲になるということは損することであると。損のないところに奉仕はないと。損しないで奉仕のできた人はいないのでございますね。皆さん方は自分が全部自分が得したいと、得を積むためには奉仕が必要なんです。皆さん奉仕しないで得を積んだ人は世の中に一人もいないのでございますね。奉仕をしない人は人から嫌われます。与えよさらば与えられんの法則でございますから、与えないで得ることはない。徳を積むということは犠牲になることなんですよ。奉仕をすることなんですね。徳したい人は損にならなければならない。損することは徳を積むことであると。これを道徳と言いますけれども、皆さん方はその奉仕というものは犠牲にならないで奉仕ができますか。自分は損しないで人に奉仕尽くすことができますか。できる、できない。できませんね。計算済みでこういうことをやったら私が得するという、その得の意味を話してるんじゃない。無所得です。無所得の奉仕と言いまして、与えきりなんでございますね。返礼を望むものじゃない、与えきるものなんです。で、神話という奉仕は神話でございます。神話は奉仕をするのでございますね。なぜ神話は奉仕かというと能動原理なんです。自我は何かと言いますと受動原理なんです。自我という肉体は受け身ですから、得ることを喜びとするんですよ。神話は与えることを喜びとするんですね。喜びには得る喜びと与える喜びがあるんですね。どっちが本物の喜びですか。得る喜びと与える喜びと。皆さん与えた時嫌がるんですか、喜びますか。与えた時ですね、相手も喜び自分も喜ぶんでございますね。これを分かち合いというんですよ。分かち合い、真の奉仕ということは与えようさらば与えられん。徳を積む人は奉仕をせねばなりません。こういうことをやったら損するという計算済みでやることは奉仕にはなりません。で、皆さん奉仕作業、ボランティアという言葉がよく使われますけれども、あれは得するために奉仕してるんでしょうか。損してますよね。給料ももらえないのにタラで働きますので、損してるように見えるけれども、損してます、得しています。得してますよ。徳を積むことは犠牲になること。だからイエス・キリストは大犠牲を払われたと言われてるんですね。彼は自分の徳のために生きていたのじゃないんです。与える喜びで生きていたんだと。人の喜び、人を生かす、その方法で生きていたんですね。そうすることによって得るものが小さかった、大きかった、大きかった。儲けよう儲けようというものは無欲ですか、欲望ですか。欲望は奉仕になりません。欲の深い人が奉仕をした試しはない。人の喜びを自分の我が喜びとして分かち合える人、これは奉仕精神。奉仕精神と言いまして、精神は奉仕でございますね。で、皆さん方は非常に奉仕に長けている、欠けている。もう自分のものを持って人に与えることを全く嫌う人がいますね。自分の損することは全くやらないという人がいるんです。この人は最後はその自分の持っているものに溺れます。押しつぶされます。押しつぶされて、その虚しいものによって生涯を費やしてしまう。まず皆さん方は与えることから始まらねばなりません。そう言いますと、無やたらに与えてはなりません。これは無知な与え方です。ただ知花が与えようと言ったから何でもかんでも与えるということはまた知恵なきものでございますね。本当にこの人は与えていいものなのか、これを選択せねばなりませんよ。与えるべきところには与えねばならない。で、そういうところ、また与えてはいけないものに対しては与えてはならないんです。